とはその時に、あ、じゃあ玄米食べようかなって思った時に、こう、まあ、ネットでちょろっとこう出てきたりたまに言う人がいる、こう玄米のに対してのネガティブなものとして、こうフィチン酸とかアブシジン酸とかが含まれてて、で、あの健康に良くないんじゃないかみたいな、本当まあちょろっとなんですけど、そういう話がある、まあ、あとは農薬大丈夫なのみたいなのがあるんですけど、この辺に関してはどうですか。初めのアブシジン酸とかフィチン酸に関しては、うん、完全に都市伝説ですね。うん、ですね。動物実験でそういう健康に悪いんじゃないかっていうのが昔少しあって、うん、ただその後ほとんど人間では研究されてなくて、むしろ人間で研究されているのは、アブシジン酸はその血糖値を下げるんじゃないか、その血糖レベルの薬になるんじゃないかっていう、文脈の中で健康にいいものとして評価されているものなんですね。なんでもちろんこれ日本でしか言われてないことなんですけど、この都市伝説みたいなものが、ね、はいはい、あの健康に悪いっていうのはまず、エビデンスは全くないので、全く心配しないでいただいて良いと思います。はいはい、むしろアブシジン酸とかに関すると、まあ、いいっていうエビデンスもこう出つつあるみたいな。で、まあ、薬にできないかどうかって、はい、開発研究をされてるんですね。はいはい、で、まあ、将来的に実はあの健康に糖尿病の薬に使えるって話になるかもしれないですし、ってことですね。はい、農薬とか心配する人いるんですけど、農薬は、まあ、玄米も白米も全て農薬の問題があるので、まあ、ご心配な方であれば農薬が低農薬とかそういうのを、にしていただくのがいいのかなと思うんですけど、一個だけあるのが、まあ、ヒ素が心配だって方がいらっしゃって、まあ、その例えばちっちゃなお子さんとかでヒ素を減らしたいってことがあれば、その初めに炊く前にあの熱湯に5分つけて、それを、お水を熱湯を捨てて、そこから普通に炊くと、はい、かなり減るっていうことは、そういう研究もあるんですね。なので、そういった方法もありますし、あの減らす方法はいくらでもあるので、そのメリットとデメリットの話ですよね。そうですね。白米の方がいいってことはまずないので、そうですね、あの、はい、どうやって玄米を健康的に食べるかって話ですかね。ってことですね。ということで、問題はありませんと。でね、ということですね。はい。じゃあ、あと、せっかくなんで、津川さん LA にお住まいなので、なんかこうアメリカの今のなんか健康とか食のなんかトレンドというか、どんな状況なのっていうのもちょっとお聞きしたいんですけど、例えばあの LA とかアメリカで、まあ、健康のためにやっているなんかこうちょっと流行ってるまではあれですけど、なんか皆さん気をつけて、どんなこと気をつけてるかとか、例えばまあ、外食だったりスーパーだったりとかでこういうのが増えてきてるとか、まあ、あとあの向こうの飲食店だともうほとんどこう玄米を選べるようなお店があるとか、なんかその辺ちょっと教えてもらえますか。そうですね、玄米はもう玄米をこの店に食べに行くっていうのはどの店でも、まあ、ある程度ちゃんとしたお店であれば白米と玄米どっちにしますかって話なので、まあ、玄米でお願いします。選べる、むしろ選べない店の方が若干珍しいかなぐらいだと思うんですけど、すごいですね。まあ当然この権利として何でしょうね、当たり前なものなんでしょうね、きっと。まあこのコーヒーショップで牛乳ミルクにしますか、低脂肪にしますかみたいなイメージですよね、とかオーツミルクにしますか、それぐらい当たり前ってことですね。なので、まあ、アメリカは比較的やっぱ個人にいろんな意思を持って選ぶ人が多いので、やっぱりブラウンライスならブラウンライス、玄米ですね、っていう人はいます。なので、あの玄米ある店ない店はほとんど店にあるって考えていただいて、一部ない店はあります。すごくファーストフードとかない店なんですけど、それ以外だったらあるんじゃないかなと。そのレベルってことですね。そうですね、もう完全に浸透してて、まあ、意識の高い人っていうか、まあ、その気にする人は基本的に玄米を食べるっていう流れだと思います、ね。はいはい。最近別に、まあ、アメリカだけじゃないと思いますけど、一部話題になってるのはやっぱ発酵の話、発酵食品の話ですよね。はいはい、で研究分野でも結構そういう話が出てきていて、今研究分野で話題になってるのがその腸内細菌層をどうやってこう維持するか、腸内細菌ってもともとの時はすごくいいバランスなんですけど、いろんなことでこう
悪い菌が増えたりして、うんうん、善玉菌、悪玉菌のバランスですよね。そうですね。それの結果として、まあ、結構いろんな影響があるって、もちろんその大腸がんとかなりやすいとか、便通が悪くなるとかもあるんですけど、体に炎症が起きてしまう、はい、全身、はい、腸だけじゃなくて全身に炎症が起きるとか、そういったことを言われて、どうやって腸内細菌層を維持するか、維持するって言っても、例えば多様性を保ったりとか、どうやったらいいのかっていう研究をやられてて、最近やった研究はその、食物繊維を取る場合と、いわゆる発酵食品を取る場合と比較するっていう研究があって、では食物繊維も発酵食品もある意味その、腸内細菌の餌みたいなもので、そうですね、ちょっと多様性が増えるんじゃないかって言ったんですけど、まあ、比較してみてるとその食物繊維よりも腸内細菌、発酵食品の方がいいっていう結果で、発酵食品の方がその腸内細菌の多様性が、まあ、大きくなるというか多様になるし、体の炎症も減るっていう結果が出てるので、結果出てるんですね。そうですね、そのかなりそのいわゆる発酵食品って今まで思われていた以上に、健康上のメリットがあるかもしれないっていう今段階です。で、まあ、かなり新しいトピックなので今後本当にこうなんでしょうね、心筋梗塞が減るかとか、がんが減るかっていうのはもうちょっと先の話だと思うんですけど、ただ状況証拠的にはかなりいいんじゃないか、そもそも食物繊維がともかくいいものなので、それと比べてもよかった、それよりもいいってことですか、かなり注目されているものであると思います。ちなみに発酵食品、ちなみに日本は非常に多いじゃないですか、味噌にしろ発酵食品だらけですか、はい、でグローバルには発酵食品ってそんなにないんです、欧米の方からね、なのでそういった意味で、まあ、さっき日本人が健康だった話、長寿だった話をしたと思うんですけど、としたらそこの日本人が世界一の長寿であることにも一因になってるかもしれない、日々日頃から味噌食べたりとか、納豆食べたりとか、し、それがひょっとしたらグローバルにももっと食べた方がいいんじゃないかという話になる可能性はあると思うんですね。なのでみんな注目している領域だと思います。なるほどね。アメリカで発酵食品って、アメリカの発酵食品ってないですよね。ないです。ないですよね。思い当たるつくものはないですよね。ないです、ね。かキムチとかね、韓国とか、日本、ね、その日本は多いですよね。種類も多いですし。じゃあ今後そういったものがいいんだよってなると、まあそれこそ味噌とか、まあいろんなものが、まあ、輸入されていく可能性があるってことですね。もありますし、他にも面白いことが結構、例えば大豆醤油とか大豆、発酵食品かける大豆じゃないですか、でそのいわゆる大豆って血圧を下げる効果があるって言われてるんですよね、で塩分って血圧を上げるじゃないですか、なので例えば醤油とか味噌を使うと、相殺されて打ち消し合って、その大豆血圧を下げて塩分血圧を上げる、血圧を上げないっていう研究もあって、何が言いたいかっていうと、いわゆるご飯、まあ、食事でもなんで味付けをするときにお塩をかけるのと味噌とか醤油で味付けする場合で、後者の方が血圧への影響、悪影響が少ない可能性があって、同じ味を使っても同じ塩分を使っても、でこういうエビデンスが出てきてるので、これがただこれも醤油も、まあ、醤油は海外でも使われるようになってきてますけど、味噌とかが海外でひょっとしたらその塩の代替としてもっと使った方がいいんじゃないか、健康っていう意味で、ね、もちろん旨味とか味も美味しいとは思うんですけど、っていう可能性はあると思いますが、ポテンシャルかなりあるんですけど、やっぱ研究がその発酵の研究も海外でやられてるし、なんか日本とか要は発酵もあるし、大豆発酵食品もあるし、お米もね、こんなにいっぱいあって、玄米もあるし、こういうなんか日本のいいところを海外で研究するんじゃなくて、日本でもっと研究して、こういうのが、日本の企業もちょっとこれをアピールして、海外に、例えば国でこれを投資して、なんかこう、盛り上げていくみたいな可能性はあると思うんですね。日本食自体は本当にグローバルにものすごい人気なんですけど、日本にとってちゃんとこうリターンがあるかっていうと、必ずしもないわけじゃないですか。勝手に広まっちゃっていて。ですね、もうちょっとこう、日本食をちゃんとブランディング化して、そうですよね、ガバナンスを引かせるっていうか、そのちゃんと自分たちのものとして育てて、それを経済につなげていくっていうのはやっていった方がいいんじゃないかなと思います、そうですね、なんかいつの間にか日本のものじゃないかのように広がっちゃう可能性もありますか、他の国がこれ日本、これうちに作ったんだとか言い始める、めっちゃありますもんね。
可能性があるので、うん、日本食にしても寿司にしても味噌にしても、うん、もちろん全部日本のものではない、どこかの国から来て日本で発展したものもあるかもしれないですけど、うん、それをちゃんとブランドとして日本のものとして、はい、文化として育てて、はい、海外にアピールしていくっていう作業も必要なんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、そうですね。でその文脈の中で健康っていうのはやっぱり入れていいと思うんですよね、うん、他のもちろん日本食匹敵するようなフランス料理とかもありますけど、うんうんうん、やっぱり健康で美味しいものってのはかなり、まあ、他に日本を超える食事ではないと思うので、うんうん、そういった意味でもなんかこうパッケージングとしてちゃんと、うん、日本の食事ってものを世界にアピールしていくべきなのかなと思ってます、うん、そうですね。いや本当可能性ありますよね。まだまだ知らないものがいっぱいありますからね。発酵の食品の話もあるし、玄米だって多分もっともっといろんな意味で出てくると思うので、そうですね。それをこう見越して、うんうん、いろんなことを準備していくっていうか、まあ、そのアピールしていくっていうのは大事じゃないかなと思いますね、うんうんうん、はい、ありがとうございます。